あなたならきっと真に人のための世界を作ってくれると思う。私は君に未来を託すわ。伝説の悪魔たちが闇から目覚め、東京を狙っている。ここは東京なんか。悪魔が徘徊する危険な場所だ。今は魔界と呼ばれている。君は意図せず巻き込まれてしまった。君だけでも死に抗えるよう、私の力を全て託すことを誓う。私たちはナホビノと呼ばれる存在となった。この体であれば悪魔と戦い進むことができる。だがこのまま一人で魔界を進むのは危険だ。共に戦う仲間を作ることを推奨。悪魔会話を用いて相手を説得し仲間にしよう。悪魔と有利に戦う方法をレクチャーしよう。悪魔と戦う際、敵の弱点を突くとこちらの行動回数を増やすことができる。魔月日と呼ばれる霊力が最大に満ちた時、強力な技を放てる。強大な敵と対峙しても有利に戦うことができるだろう。戦力不足を感じれば仲間にした悪魔同士を合体させ新たな悪魔を生み出すことが可能だ。また悪魔から入手したうつせみを使い、仲間のスキルや君自身の相性を変化できる。さらにダート各地に点在するミーツを集めれば特殊な技カムイを習得可能だ。君自身と仲間の戦力を強化して悪魔たちとの戦いに臨むことを推奨。東京は滅びの危機を迎えているのだ。だけど一体どうすれば。その可能性、それが創世なのだ。人の死が当然な時代の到来か。恐れることはない。我らには神の加護がある。俺さ、悪魔も戦いも怖くなって逃げたんだ。人間は強くあれると信じるがゆえ、強くあることを諦めた人間に厳しいのだ。力が欲しいか。お前を傷つけてきた者は世が消し去ってやろう。いい加減に認めろ。貴様らの神は死んだ。光を目指すも闇を望むも自由だが、汝の意志はどこにある。そして君は君だけの東京を手にするのだ。新女神転生5。